というわけで東京都住みます芸人キャベツ確認中、私キャプテンザコです。島蔵ゼッタです。ゆったりか中村です。ゆったりかえとつざきバモンです。はい、下森まさひろです。マー君です。キャベツ誰ですか。うちの息子です。はい、というわけで、はい、今日はですね、我が町のおすすめスーパーということで、はい、私キャプテンザコが普段から使用している激安でさらに美味しいお店あるんですよ。おえ、マークもじゃあ知ってるところなの。知ってる、知ってるよね。というわけでね、はい、今日はそのスーパーに早速行ってみましょ う, おう。ちなみにマークにあの好きな芸人、お笑い芸人聞いてみた。確かに、うん、好きなお笑いの人って誰ですか。ドラえもんか。ドラえもん芸人じゃないね。そんなキャプテンザコがおすすめする激安スーパーについていった島蔵 Z とゆったりかん、彼らの行き着いた先は、東京のお肉が大好きっ子なら誰もが知ってるお店、肉のハナマサ。牛のマークのインパクトあるロゴがお出迎えしてくれます。お店の前に所狭しと並べられたお野菜の数々、定番のお肉の他にもお野菜、鮮魚など幅広く取り揃えた素敵なお店。ハナマサの主力商品といえばやはりお肉、豚こま 100g79 円。焼肉には欠かせない焼肉のタレ、 1kg で399円。そして極めつけは2リットルのうどん茶、なんと99円。肉のハナマサは東京都内だけでも48店舗、その他に神奈川、埼玉、茨城、千葉にも店舗があり、全ての店舗を合わせると全部で57店舗もあります。今日はそんなハナマサで購入した食材を使ってみんなでバーベキューをしちゃいたいと思います。ちなみに江崎は普段バーベキュー、そうですね、キャンプ行ってて、キャンプインストラクターの資格を取得したんで、もうここは僕が食材を焼かせていただきます。ありがとうございます。下はしっかりした方がタレかけた時にで結構強め、結構これぐらいかけてる、見せた方がいい。結構かけてるよ、これ全体的になじませ、うん、あーいいね。でこの筋も切りながら、うん、よし、強い、落とさないでよ。あんまり怖いよ。でかいよ。でかい。行きましょう。音を聞いてよ。音聞いて。はい。行きます。うおー。いやいやいや。でかっ。これはでかい。いい。この音いい。これでしばらく待ちます。結構みんなってすぐ動かしちゃうんですけど、すぐ動かしちゃう、焼き色がつくためにはまず全く動かさず、でそのうちに肉汁がこう出てきて、これは汗と呼んでるけど、汗が出始めたらようやくひっくり返して、この高温ですぐ焼いてその肉汁を閉じ込める。なるほど、最高になる。しばらく待ちます。一旦これぐらいで。嘘でしょ。もうこれ牛ですよね。牛なんてこの、はい、ミディアムレアで、なるほど、ちょっと閉じ込むと中は赤身でいいんですよ。なるほど。でこう殺菌できますから、熱が入って、はい、でもうひっくり返します。はい、あ、いい焼き色、よっよっ、いいよいいよ、これはすごい、これはいい。ここちょうどこの網目というか、なんかちょっとこれであと側面も肉閉じ込めていきますし、もう、あ、側面、はい、あら、これはそうなんですか。おお、すごい。検定でもあった。検定では全くないけど、検定で肉の焼き方とか教えてくれないけど、このいろいろキャンプやってきた中で、独自のこの、そっか、これで閉じ込める、はい、肉汁を、はい、ああ、側面焼きも大事だ。側面焼き大事だから、もう全てこの壁を作るというか、肉の、ああ、なるほどね。オッケー。いやいやいや、本当かよこれ。ちょっと、いや、赤みあるぐらいが、赤いぞ、お前、赤いぐらいがいいって、ね、赤いのがいいんです。いや、お前のところじゃない、こっちの逆側で、見てみよう、ね、ミディアムレアでしょ、まあ、ミディアムレアしますわ。バモン君のバーベキュートークを聞いているうちにお肉がようやく焼けました。見たいと思います。はい、はい、このまず油、これね、はい、ここのブロックとここのブロックで種類というか、肉の繊維が違うんですよ。あ
だから繊維で分けるために初め油のところを。なるほど。はい。なるほど。丁寧にお肉を切り分けてくれるバモン君、そしてステーキがどんどん食べやすいサイズになっていきます。じゃあちょっと花間さんのお肉、はい、皆さん一回食べてみてください。はい、はいはい、よし、いただきます。いただきます。うわ、中村どう？めちゃくちゃうまいマジで、何これ、めっちゃうま。うん、まい。弾力半端ないですか。うん、あ、うん、ま。分厚いから噛んだら肉汁じゅわってきて。そう、ね、うん、先生が言ったら肉汁閉じ込めてるっていうの分かります。ジューシー。お肉の美味しさのあまりに一気に食べてしまうキャベツ確認中とゆったり感。あー、ステーキめっちゃ豚うまかったっすわ。うん、やっぱステーキって素敵っすね。変なの。次はフランクフルトが焼けたみたいです。フランクフルトいただきます。でかいし、これ食べ応え中。いきます、うん、うまい。これも皮パリッとしてるけど噛みついたらこれの肉汁がジュワーってきました。おいしい。うまい、うまい。このフランクフルトを食べて、うまい、みんなでこういうフランクに話すっていいですね。次に焼けたのはホタテ。なんと殻を片方外した状態でハナマサは売ってますよ。うん、殻は熱いです。こいつは熱そう。殻がちょっと飲むのもうまい。いきますよ。いただきます。ホタテ、いかしてもらいます。うまっ。うまっ。マジで美味しいこれ。うわあ、美味しい。うますぎる本当に。これはもう、これはうまいっす。いや、これもう体中がホタテだけにホタってきましたよ、もう。イエーイ。この人誰？続いて焼けたのはイカ串。最初から串に刺さってるのでとーっても食べやすいですね。まあいいね。いいね。うん、うわ、イカ身にめっちゃコリコリしてて最高。やっぱイカってこの串打ってある方がすっげえ雰囲気出るの分かる。身もプリッとしてる。イカ焼きとかどっちもね。屋台のね。うん。いや。イカ焼き。イカした味がしましたよ。最高。パパとママと3人でありたかった。早く帰ってほしい。ちょっとでも面白かったらパパにお仕事ください。だけ気まずい雰囲気のバーベキューになっちゃいましたが、お肉もシーフードもお野菜も全部美味しくいただきました。東京に多数店舗を持つ肉のハナマサは激安と美味しいが溢れる素敵なお店でした。
皆さんも東京に足を運んでいただいた際はぜひ遊びに行ってみてください。